はい、どうもネイチャーです。今回はバジェットガエルに餌をあげていきたいと思います。それではコオロギをあげていきたいと思います。コオロギが大きすぎるためなのかわからないんですけど、食べにくいのかな。なかなか食べてくれないですね。コオロギを吐き出してしまったので、メダカを与えていきたいと思います。多分さっきのコオロギは大きすぎたのかわからないんですけど、食べにくかったのかな、それか美味しくなかったか。なので今回はメダカを与えていきます。食べたかと思いきやまだいますね。やっぱりそもそも餌の捕獲が下手なんだと思います。この小さな、空間でこれだけ食べられないっていうのは、多分野生では生きていけないですねって感じました。はい、食べたんですけど映ってないです。これだけ食べる瞬間撮ろうとしてたのに、一番肝心なとこが映ってなかったんです。申し訳ないです。でもこの満足そうな顔見ていただけたらわかると思うんですけど、本人は満足そうなんで良しとします。今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。